キーツキャンだよだよ。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。今日はこれです。これです。プチカスタムです。スティックターボを手に入れました。こいつです。こいつです。こいつです。珍しく音声入ってますね。珍しくね。抜くのがめんどくさかった。取って出しです。取って出しです。取って出しの喋り取り付けです。バリスティックスのグリップを、グリップをつけます。見せびらかしていい。割り込む。取り出して巻いてます。いや両方オリーブとね、茶色、両方茶色っていうの、コヨーテっていうのかな。じゃあ一回切るよ。いやいいね。ワイドにしたの、ズームしたのだよ。ダメだね。裏側で喋っちゃってる。ちょっと待って。あ、ちょっと何かを待ってほしかったのかな。やべ、音ちっちゃくなっちまったよ。ちょっと音上げるわ、これ。ちょっと上げました。ちょっとそこ、ちょっとズームしてくれ。でん、外します。これでも結構あれだよね、なんかします。絶妙な感じだったね。固めだったね。この上にやっぱりこのカメラとネジ早い。うまい。全然大丈夫。安いカメラを使っているのがバレてしまったかもしれない。ピッとこないっていう。意外とね、うん、ちょっと舐めそうで怖いよ。怖いね。で、この後俺、精密ドライバー持ってきちゃったしね。怖くて自分でやってないけど、ちょっとあれで。でもこれの革ケース欲しい、これ。ちょっと十手っぽいよね。あ、気持ち。警察官の人とかなんか、とりあえず後ろのキャップだけ外し て, もう入れるだけだもんね、うん、差し込んだ。これでもほんといい。なんか重さいいね、やっぱ軽くて。前とか後ろあんの、ないか。いや、これだとさ、つくよね。ペトロマックスとかつけれるよね、これだけ火力あると。多分ガストーチとかだとな、消えちゃうんだよね。これでつけれたらすっげー楽になる。ライターつけて、ライター出しての作業がなくなるから。もうむしろゆみこ先生の出番はなくなってしまうかもしれない。これでもさ、あれじゃない、うん、ホルスターなくてもさ、うん、バリバリにカスタムしたのをさ、乱雑にこうポッて入れてるのもかっこよくない？あー、いやー、でも俺腰につけてたから。フルスターいくらぐらいするの？ 6,000 ぐらいするの？いや、そんなしない。2,500円ぐらい。あ、ほんと？確か。あ、だったら欲しいかな。で、腰につけれるんでしょ、うん、首から下げれる、うん、もう緩まない、滑んない、横に、うん、大丈夫だね。でも結構バリスティック作り良かったね、うん、もう全然あれなんですけど、プラスチックの質感。次はボタンでござんす。あ、そうだね、ボタンでござんす。ボタン結構簡単にこうピロンって。いや、俺難しかった。結局に怖くない？取れちゃいそうで、パコンって。やっぱね、このね、バリスティックスって書いてあるのが素敵ね。ね、ボタンの向きがね、いまいちわからないとね、ちょっとはめるときにね、向きね、俺の見ればあの裏のはめる方側から見ると太い方だよね。太い方だよね。細い方と太い方で分かれてて、太い方上の穂先というか、火の出る方に合わせて入れると入ります。カチャンと。怖っ。でも赤いキャップね、赤いキャップさ、メルカリ出す。
うわうわうわ、なんかあれだね、撮影中はこういまいち乗り切れてないね、うん、なんか客観視できないのかな自分の音やっぱ集中しちゃうよね、集中しちゃう、もう止めることができない、撮るのに集中しちゃうんじゃなくて、うん、やってるのを見るのに集中しちゃう全然画角ないフレームアウトです、もう火ついてんのかついてないのか分かんない、もうやりたくてしょうがなかったな。お前ティティ。俺ちゃんと撮ったからね。うん、すみません。あんなに上下させて。止まって。これちょっとね。上もマイナスドライバーで撮りたかった。あそこまで気持ちよく開くんだったらって思って。うん。そんなこと言ったらね、ロックね、これはやばいわ、しびれるね、興奮してるね興奮してるこれずっと欲しくてね、うん、なかなかやっぱね、うん、売ってなくて、結構舐めちゃいそうね、で売ってても高いしね、そう、最低定価で買いたいよね、フリマのアプリで買うとやっぱちょっとね、うん、プレ値がついちゃってるから、あのもうやめてください、使わないのに買う人そうだよ、今日もとあるお店行ったりいたけど、あれ絶対転売だと思うけどね、うん、ちょっと高額商品、ね、高額商品を、うん、ね、転売すると高く売れるもんとかをこぞって、あの多分だけど一つ二つならまだしも3つ以上買ってくのはおかしい、一人で絶対オイルランタン3つ持ってないでしょそのサイズって俺は思ってたゼロかな、精密ドライバー出してきた、ドライバー出してきた、うん、このね100均の精密ドライバー秀逸だね、で今まで気づかなかったんだけどマグネットついてたもんね、ああそうだね、さっきちょい、うん、もう集中しちゃってるから、集中しちゃってるもうだって取る方向ネジすら見せてないからね浮いてくる、一緒に来るね、これはでもいい感じだね、うん、シール剥がした方がいいの、それ全部隠れちゃうでもこのシールによって動かないのかもね、もしかしたらかな、かもしれない、剥がしちゃうとあれかもね、結構ピッチピチに入るから、入る、これいいね、うん、俺もバリスティックスだった、今気づくっていうあとバレルの部分もあるんですけど、そこはちょっとまだ売ってなくて、見つけ次第追加しようかな、追加だね、バレル何色があるの、あの黒とタンとオリーブ、オリーブ、あとこれカスタムする場合はあの保証が効かなくなるんで、あ、そっか、そうだね、うん、そうだね、あのそこだけ気をつけてください、万が一壊れたとしても返品とかあの変なんだ交換は効かないんで、俺はですね、そうだね、うん、もうそういう場合はもしあれだったらカスタムしてないよって言って戻さなきゃいけないってことかな、そうかな、そうかな、まあ、ちょっと分かんないですけどまあいじった時点でダメだよね、もうしょうがないよ、そこはもう自己責任で、自己責任で、うん、今度はあのCB 缶のガスじゃダメなのかな、そうね、あのそこがね一応難点じゃ難点、ね、ガス買わなきゃいけないのが、まあでもしょうがないね、ガスライター用のガスじゃないと充填できないから、ちょっとそこがあれだね、あれを火力は全然いいなと思うね、うん、これで消えないと多分あのつくと思うんだ、あのガスの圧力式ランタンにはつくと思う、これで消えないっていうのは、うん、結構いいね、結構な勢いで息を吹きかけても消えないので、消えない、それを動画にしろって話だけどね、あ、そうだもう撮るのとそうだ、ね、カスタムするので手一杯っていうね、なかなかの不器用さです、はい、でも追加しようとって、ね、追加すれば今もうあの見ながらただ適当に喋ってるんですけど、追加しながらまあまああの喋ってることで想像してもらえればね、あ、そうだね、
あのこの動画っていうか大きい視聴者さんはね、あの想像力豊かだと思う。そうそうね、上だった。まあこれはあれだね、肉まんで言ったらピザまんぐらいな感じだね、俺の中で。ガス出てくるか。俺の中ではカレーまんかな。カレーまんなんだ。なんの。なんの。これやばいね。いいよね。俺だってさ、キャンプ知らなくてこれ持ってたらやべえ、暴れております。これ俺知らなかったら10手だと思うもんね。10手とかなんか警報かと思うもんね。マイナスにしたんじゃない。そう、あのなんだっけ、スイッチの下にプラスマイナスついてて、今言ったね、うん、同じこと。一番左にすると火はつきません。で右にすると最大火力です。真ん中つきます。いいね、2本並べてみました、これ、うん、どうですか。どうですか。ちょっとね、スイッチのボタンね、入れ替えようかと思ったんだけど、いまいちミスマッチだった ね、 そうだね、合わなかったね、ちょっといまいちやっぱり、はい、さあロスタイムです。ロスタイムです。でロスタイムなんですけど、ここであの火吹きかけるの取ろうかなと思って。ああ、うん、それを取ってたのを見ながら、今のべしゃりで皆さんにあのね伝わればいいかなと思ってますけど、あのカードを今取ろっか。カード抜いて、カード取り出します。で録音したまま、録音したまま録音したままで、であの普通に吹いてるのはね、あの音声消して取ればいいかなと思って。うん、これ N、今真ん中ですよ。はい、真ん中です。つけますね、はい、おー消えないね、消えない、消えない、消えないんですね。意外とこれ今日もやっていい。うん、今日です。消えちゃった逆にあれなのかな、今日のがあれなのかな。これ今日とさ、あのあれで比べてみる、ここで今日と真ん中とかで、こっち真ん中ね、うん、こっち今日ね、いきます。出方変わんなくね、うん。ちょっとこっち弱くしてやってみます。弱くって真ん中よりちょい下かな。出方変わんなくね。でこのままこのぐらいの高さのまま今日にしてみよう。あ、若干でかいかもね。今日の方がでも圧強くてダメなのかな。逆に消えちゃうのかな。それかあの俺が息を吹きかける角度かな。あ、そっかそっか。こうなっちゃうとダメだね。ダメだね。そうそう、あ、その鋭い感じ。鋭い感じにしなきゃダメよね。これがベストポジションだね、うん、きっと。以上です。以上です。でもうこれ録画終わったんで、あ、取り込んでます、取り込んでます。でなんか新しいスタイルだね、分かんないよね、うん、時系列が。でどうやって入ってくのかも分かんないよね。これがあの逆にもうミスマッチで合わなかったりして、でもまあしょうがないよねっていうしかないよね。これを今取り込んでます。ちなみにあの取り込んだんで、書き出して貼り付けます。どうなってるかな、リンクすんのかな、しないか、ここもずれちゃってるからっていう感じです。まあ、まあ、うまそうだね、いいじゃないか、いいよね、そんなところです。そんなところです、うん、これやっぱ後ろは音声消しとこうかな。あ、うん、音声消しといていいね、同じこと喋ってるから、ね、そうだね、そうだね、うん、そんな裏側も喋りつつ、喋りつつ、あ、でもこっちの音声残しておいた方がいいか、動画と一緒だから、
12分、うん、この音乗せた時にブラックアウトにして最後今つけたのをあの上げようかなっていう、うん、今やったのを上げようかなと思ってそういう感じの流れでブラックアウトじゃねえななんかあのサイコパスな画像を入れたいけどねということで次何やるか分かんないですけどまあいろいろ動画上げてくんでぜひチャンネル登録よろしくお願いします。そして結構あの割とどっちかっていうとマニアック寄りだよね道具きっと、うん、なんであのなんだろうあまあキャンプ始めましたっていう人にも見てもらいたいし、うん、これどうなのっていう人にも見てもらいたいしまた面白いものがあれば、はい、どんどん紹介していきたいと思います、はいはい、あの決してステマとかじゃないよね、うん、であのもう本当にあのごくまれにごくまれに中国製のキャンプ用品がレビューしてくれと言われることは中国の方からたまにあるかもしれないけどほとんど買ってるよね、うん、基本も買ってるか盗んでるかまた違う、まあ、そこは目をつむっていただいて、はい、であのなんだっけチャンネル登録となんだっけあれ高評価お願いしますぜひあのクリックしてくださいもうそれクリックしてもらわないともう僕たちもいつまでね続けられるかねそうです最近あれだもんねなんか微増だもんねなんかいいネタないですかないですかあのいいネタあればやりますあの質問とかもお待ちしてます、はいはい、であともうほんとちなみにあのこのこれにさこのライターに、うん、あのガス入れてくださいとか、うん、あのガソリン入れてくださいとかやめてくださいガソリンは絶対やばいからそんなとこですかそんなとこですまたあの次回ちょっと今日ね5本ぐらい録音してんだよね、うん、もう基本一発撮りですあの動画はねあの撮りっぱなしスタイルで一発撮りだけどちょっともうちょっとおしゃれな感じに多分撮らないと思う撮ればもうちょっと僕多くの方に見ていただけるのかなと思って次はおしゃれな感じで撮ろうかなって思うんだけどきっと僕はお酒を飲んでしまって今まで通りなのかなっていうのもちょっとねもう仕事じゃないと一気にねそうねさらっと置いとくだけだから、ね、気抜いちゃうねうんあのもう本当あのダンスのやつとか、うん、やりさんのやつとかお仕事でもらってるやつとかは割とね系列撮ってんだけどねまあしょうがないねしょうがないね、うん基本的にもうあのキャンプの時はめんどくさいからフルオートですあのなんだっけ質問もたまったら質問を答えるコーナーもあやりたいねやりたいねありだね質問やりたいあの作詞Tさん誰とは言わないキャンプのテントが決まりませんどうすればいいですか、はい、あとりあえずエントリークラスからやってみればいいんじゃないですかあの作詞Tさん最初なんだっけ何使ってたっけ最初何買ったんだっけなテントワンタッチワンタッチワンタッチを買ったんですけどちょっと大きいテントが欲しいですあ、わかりました何買ったんだっけ次はてなんだトンネルトンネルトンネルテントかまかまぼこだで、サクシ T さんから質問であのかまぼこテントを買いましたが設営にちょっと時間がかかります大変です一人もう大変だし重たいですどうすればいいですかワンポールどうですか。ワンポールどうですか。で、作詞 T さんアルファ TC を買いました。あのアルファ TC 買ったんですけど、あの一緒に買ったパソコンのストーブが入らない。どうすればいいですか。で、作詞 T さんでこの前オキトマ、オキトマあの入るオキトマどうですかってなってオキトマ2を買って、で、あの作詞飛ばされましたとこの前の動画で、あの作詞 T さん次は何を買うのか。まあそのねテントが移りゆくのも楽しみにしてくださいめちゃくちゃテント変わるんでてか同じテントで切ったの見たことない毎回テント違うよね、うん、瞑想してるぐらい、ね、瞑想してるそんなとこかな、はい、ロスタイム長くなっちゃった長くなっちゃったねということであの別に無理に長くなっちゃってるとかじゃないよねそれだけ本当に時間見てもらいたいとかじゃなくて、うん、なんつうかなあの
鼻筋出すと止まらないで、なんか流し見みたいな感じがいいかな、うん、なんかあの BGM 的な感じで聞いてもらえば、ね、あの僕の美声をっていう感じで、まあはい、また次回もきっとやってくるんだと思います、はい、あの心臓が動いてる限りやっていこうかなと思うんで、あのチャンネル登録と高評価とあと募金、あのありがとうございます。金額によっても全然もう取りに伺いますから、歌唱に持ってよろしくお願いします。よろしくお願いします。では失礼いたします。次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。はい